英語を勉強したい時期あったなぁと思うわけです。ただ私はもうこれを読まないと思うんだよね。家に置いててもなぁ、タンスの肥やしになるだけだしなぁ。でも売りに行くのもね、わざわざなんかこう、一冊だけをね、売りに行くのもなんかめんどくさいしなぁ。ピコーン。あ、そういえば最近メルカリで新機能が出たみたいだから、その新機能を使ってみようかなぁ。ということで、メルカリバーコード出品チャレンジをやってみよう。パラボッパパーン。ごきげんようじ、おはようじ、どうも、近藤ようじです。というわけで、メルカリの提供でーす。国内7500万ダウンロードを突破するナンバーワンのフリマアプリです。簡単に出品できてすぐ売れるのが魅力のアプリです。扱ってる商品ジャンルが結構豊富で、キッズとかベビーとか、まあ、ソラとかのワンちゃん用品、猫ちゃん用品、まあ、ペット用品とかね、家具家電とかコスメとか、まあ、ハンドメイドのものだったりとか、すごくたくさんジャンルがあります。なんかフリマって言ったらさ、なんか中古のイメージもあると思うけど、新品っていうのも多くて、定価よりも安く購入できるのが魅力ということですね。新品を定価より安くで買ったことはあります。ちょっと恥ずかしいから商品には言えないですけど、すいません。まあ、こんな感じでね、本当にすごく便利なフリマアプリで、俺よりも一番使ってるのは俺のおかんなんだけどね。あと、よくたまになんかよくわからない置物が増えてるなと思って、え、これどうしたんって言ったらメルカリって言って、いつもねメルカリでいっぱいなんか買ってます。メルカリバーコード出品チャレンジという企画にね、参加したいと思います。最初の寸劇は置いといて、とりあえず僕はこの本を本当にもう読まないんですけれども、家に置いとくのもあれなので売りたいと思います。ただメルカリをこう出品するときって、こう写真撮って商品の名前書いて、カテゴリー選んで、こういう商品だよみたいなことをやっぱやんないといけないから、結構お手間がおかかりになるんですよね。なんか商品をバーコードに読み込んで、そのさっきのね、なんか情報、カテゴリーとかさ、商品の名前とかを打たなくても、ポンって出品できる機能が搭載されたみたいなので、早速使っていこうと思います。はい、まずはメルカリのアプリを起動させます。そしてこの右下の出品というところを押して、バーコードで出品を押して、この本の後ろのバーコードですね。これだね。これをカメラにペッてスキャンするみたいな感じですね。いきます。おお、早い。めっちゃすぐ読み込みました。これで商品写真を撮る。ちょっとおしゃれに撮りますね。表と裏と、横いるかな、ここいる？いるかな？めっちゃいるとこ。よし。で、これで完了。で、あ、すごい。商品名入って、あと説明文も入ってて、で、定価1404円って書いてて、ハッシュタグローラ、ハッシュタグ本、ハッシュタグブック、ハッシュタグアート、ハッシュタグエンタメ。これは説明文にハッシュタグが勝手につけてくれて、検索しやすいとか引っかかりやすいように多分してくれてるんだろうね。すごいね、こんなことまで。で、簡単に伝わる、覚えやすい。ローラの英語は とてもいい感じって書いてる。ほらだよ。ごめんなさい。でもすごい、なんかここ、説明文も本当に書かなくていいんだね。なんか俺最初信じられなくて、説明文もちょっと書かないといけないのかなと思ったんだけども、綺麗に全部書いてくれてる。で、カテゴリーも本になってくれて、アートエンタメになってくれてて、商品の状態は選ばれたけどね。やや傷汚れあり。で、配送の方法。これはメルカリ便の方がいいかな。この猫ポス、これだね。で、発送元の地域が東京都。発送までの日数、1日から2日でいいか。で、発売価格これ480円ってなってるんだけど、俺が設定したわけじゃなくて、なんか今までの発売、販売のデータをこう算出して、参考価格で自動的に設定してくれてるのね。だから、俺はこれの価格にすれば多分売れるっていうことだと思うので、この価格にします。で、この出品するってボタンを押す。これだけでも出品が完了しました。早い。とてもお早いですね。今、説明しながらさ、パパパってやったけど、説明せずにこう、普通に一人でパッてやってたの。40秒ぐらいじゃない？これめっちゃ楽だね。めっちゃいいと思う。これめっちゃいいな。いいね。いいです、これ。皆さん、良きです、これは。
まあ、なんか全部の商品に対応してるわけじゃなくて、対応してる商品と対応してない商品があるんだけど、対応してたらマジで本当に多分15秒いけると思う。あ、これ売りたい、たったかたったったぺぺーんって感じで本当にすぐ売れるので、めちゃくちゃ使いやすい、ありがとうございますって感じですね。俺は本当に面倒くさがり屋なんで、基本的になかなかね、売るのってやっぱ億劫になっちゃうんですけど、これだともう家のもん全部なんか売っちゃいそうそのぐらい簡単でした。まあ本当にめちゃくちゃ簡単だから、これはもう皆さんに良さを今伝えれたんじゃないでしょうかと思います。どうですか？じゃあ本当に皆さんダウンロードしてみてください。アプリのダウンロードの URL と、あとは機能の紹介ページがウェブサイトであるみたいで、そちらをこの下のね方に貼っておくので、気になった方はチェックしてみてください。それでは、緊張した、頑張ったね、頑張ったね、頑張ったね、よしよしよし。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。